2022年、実に15年ぶりのアルミ新色、ダスクグレーを発売しました。この導入には多くの部門の尽力がありましたが、我々 LHT 技術研究所も基本技術の開発において貢献することができました。今回のカラー、特徴を言葉で説明しますと、アルミ特有の金属感を残しながら、無彩色で濃いグレー色となります。この色はアルミ建材で長年根強いニーズのある色でした。でその方法論、あるにはあったんですけども、色が安定しない、コストが高い、溶剤を大量に使わないといけない、そういった課題がありました。でこれらすべて課題を払拭したのが、今回の電着塗装を用いたダスクグレーとなっております。今回の発色原理は二層発色を使っています。アルミの上につける陽極酸化皮膜、この膜中に金属を析出させて一層目を着色します。でその上に上塗り塗装をしますが、この塗料中、通常はクリア透明のものを利用しますが、塗料の中に顔料少量混ぜ、半透明に着色することで、下地の色とこの上塗りの色、この組み合わせによって奥行きのある味わい深い色を発現しております。この二層発色は特に真新しいものでもなくて、当社でもすでにオータムブラウンで採用している原理になります。ただこの塗料の調色色合わせをですね、塗料メーカーに 100% 依存するというのが業界の常識でした。でそのためこの微妙な色の調整追い込みをすることができずに、狙いとするグレーを実現できてなかったという背景があります。で今回我々は実験上の工夫を施すことで、自分たちで顔料処方をいじれるようにしました。でそこで、サンプルをですね、下地を少しずつ色を変え、上塗りも少しずつ色を変えたもの、この組み合わせを100個以上作成しまして、データベース化することで狙いとする色の解を導き出しています。まさに自分たちで手を動かしたからこそたどり着いた色ということが言えると思います。お客様からもですね、文字通り待ってましたという好評の声を多数いただいております。一方でダスクグレーの魅力は色だけではなくて、実は性能もすごいです。もともと塗料にはテクスガードと呼ばれる加強密度を上げた丈夫な材料を使っていますが、この二層発色ならではの技術的な懸案事項というものが実は2点ほどありました。で今回それらも全て解消しています。まず一つ目が耐候性です。アルミの表面処理においては、この耐候性の性能をランク付けする JIS の規定があります。ビル向けのような長期間使用が前提となるような建材では、この最高グレードの A1 が当たり前のように要求されます。しかしこの塗料中に顔料を少しでも添加させてしまいますと、実は性能がワンランク下がって A2 になってしまうということが、これも業界の常識で、塗料メーカーですらそう思い込んでいた節があります。今回先ほど言いましたように、我々顔料処方を自分たちでいじってますので、狙いとする色を実現しながらもこの A1 をクリアし、そんな顔料処方を見出しています。ですのでビル向けのお客様にも安心してお勧めいただける、そんなカラーになっております。2つ目は耐傷つき性です。こちらもテクスガードを使っていますので、十分丈夫な塗膜を持ってるんですけども、二層発色ゆえにですね、万が一強い力が加わって下地が出てしまった場合に、その部分だけ色が違って見えてしまうという潜在的なネガティブ要素がありました。でこの不安を払拭するために、当社独自の特許技術を活用しています。具体的には2種類の添加剤を配合いたしまして、塗膜表面を傷つきにくい性状に変化させています。具体的ないじめ試験をやってみますと、先の尖った金属片をアルミに押し当てまして、
往復させて、まあ、無理やり塗膜を削る試験をしています。で通常のママ品では30回から40回程度で下地が出てしまうのに対して、まあ、特許技術を活用しますと400回に持つということで、まあ、単純計算とはなりますが10倍以上の耐傷規制というものを実現することができています。で昨今温暖化や激しい豪雨などさまざまな気候変動が起きていますが、まあ、それらはいずれもアルミ建材の耐久性にとっては非常に過酷な環境へとシフトしています。そんな中でも長期間安心して美観を楽しんでいただける、そんな色がこのダスクグレーになっています。ぜひ多くの方に採用いただければと思っております。